アレクサンダー・クリューゲは、ドイツザクセン・アンハルト州出身の映画監督、ニュージャーマン・シネマを代表する一人、第二次世界大戦後、マールブルク大学、フランクフルト大学で、法学、歴史学、音楽を学ぶ。1956年に博士号を取得。フランクフルトへ戻っていた、テオドール・アドルノの社会学研究所の顧問弁護士を務め、そうする中で小説を書き始める。 アドルノの勧めにより映画研究を始め、1958年にはアドルノの仲介によりフリッツ・ラングと知り合い、助手を務める。1960年にピーシャモニと共同で制作した短編映画、石の銃声でデビュー、同年のオーバーハウゼン国際短編映画祭で6つの賞を受けるなど好評を博す。1962年にはオーバーハウゼンマニフェストに参加し、 以降、若きドイツ映画の中心的作家として活躍する。1966年に最初の長編、昨日からの別れが、ベネツィア国際映画祭で銀次師匠を受賞。翌年の長編、サーカス小屋の芸人たち処置なしも、同映画祭で金賞を受賞し、国際的な名声を得た。また、1977年にシュライアー事件が起こると、翌年彼の提唱によって、 同事件を題材にした共同作品、秋のドイツが制作された。1985年、クライスト賞、2003年、ゲオルク・ビューヒナー賞、2009年、テオドール・アドルノ賞など、各種の文化賞も受賞。クルーゲの作品は、物語性を否定し、引用や字幕などを効果的に用いた分析的手法で、戦後ドイツの政治、 社会状況を皮肉とユーモアを交えて描いたものが多い。一方で、文筆活動にも、精力的で、映画の原作も手がけるほか、小説、履歴書、戦場の記述なども発表し、高い評価を受けている。1973年以降、フランクフルトのゲーテ大学の院外教授も務めている。ありがとうございます。